大岩東大万島とは、652年に、島の構想、現状三蔵がインドから持ち帰った経典や、仏像などを保存するために、構想に申し出て建立した島。中華人民共和国、西安市の東南郊外にある、大城寺の境内に立っている7層64メートルの仏島である。名前は、菩薩の化身として、岩の群れから地上に落ちて死んだ一羽を、 塔を建てて埋葬したことに由来する。当初は五層の塔で、現状自ら造営に携わったと伝えられる。各界に、仏通利が収められ、経典は上層部の石室に置かれた。塔の難問庭の筆による石踏みが置かれた。しかし、表面を線に覆っただけで土で作られていたため、50年ほどで倒壊してしまった。そのため、長安年間、 不足点の統治時代に全て線で作られた十層の塔が建てられた。これで上まで登れるようになった。この様子は土堀や新進といった詩人たちによって読まれている。当時代に新詩試験の合格者がここで名を記したことから元頭題名の生後も生まれた。後に最小になった場合、その名は朱色に書き換えられた。また、訪れる者に、 自分の名を書くものもあり、当代の詩人、李松院の名が残っている。また、日本から訪れた縁人も登ったことがあった。その後、記念年間1068年から1077年頃に火事に離災し、1556年の花県地震では、東頂部が崩落し、現在のような七層の塔に改修された。中華人民共和国成立後にも修復工事が、 行われた。第一層には、仏菩薩の宣告画や、大東三蔵聖教授及び、高層線の除菌の二石碑が見られる。また、地中には、大井や小道元らの絵画も収蔵されている。2014年に、シルクロード、長安天山回廊の交易路網の一部として、世界遺産に登録された。現在でも、最上層まで登ることが可能である。大雁島は、 西北方向に傾いている。後期58年にすでに 198mm 傾いていたが、1945年以降地下水の採取の質気によって地盤沈下が起きて傾斜速度が速まり、1996年には傾きが 110.5mm に達した。西安市は1997年にようやく地下水対策を施し、 その後は年に1ミリメートルほど傾斜が回復しつつあるという、ありがとうございます。